ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市大安寺町にございます S4R ファミリーさんにおすすめの物件にお邪魔しております。まずはこちらの広いキッチンスペースからですね、見ていただきたいと思います。これはですね、大きな流し台がドーンとついておりまして、釣り棚もね、しっかりと大容量でついております。ここ水切り棚なんかもね、結構広く使えるようになってますので、使いやすそうなキッチンですね。で、換気扇もね、しっかりと綺麗なものがついております。で、隣には冷蔵庫が、置けるようにスペースがございまして、で、こっちにね、バルコニーがございます。東向きにね、面しておりますね。で、このよいしょ、ね、広さもね、ちょっと見ていただきたいと思います。奥行きもしっかりと取ってありまして、お洗濯にもね、悠々と使っていただけるようなスペースとなっております。静かですね。窓を開けてもね、すごく静かで、小学校がね、目の前にありまして、今日はね、全然音も聞こえないですけど。で、こちら、洋室約6畳ほどのお部屋になっております。奥、壁一面収納になっておりまして、どんどん奥までね、使っていただきます。こんな感じですね。下から上までね、ビシッと使っていただくような収納スペースですね。で、こちらさっきのね、東側の、面した腰高の窓になってるんですけど、出窓タイプになっておりますので、まあ、こんなところにこう置き時計とか置いたりもできますね。有効活用できそうな綺麗な窓となっております。で、こちら、キッチンから廊下に出ますと玄関がございまして、シューズボックスをしっかりついております。こういったものね、グローイもいらないところがおすすめポイントですね。で、奥に進みまして、こちらがお手洗いですね。ここも非常に清潔感があって使いやすそうなスペースとなっております。こちらが、洗面所ですね。洗面所は扉で仕切っていただくことができます。で、こちら大きな独立洗面化粧台、ね、結構横幅がこうしっかりとしたスペースです。で、こちら室内の、洗濯機置き場ですね。ここもゆったりとしたスペースですので、もう大きさのあるもうドラム式のやつとかにも置けそうな感じですね。またこういうちょっとしたスペースもね、ポイントでこう洗濯ラックとか置けるんじゃないかと思いますね。で、こちらが、浴室になっております。ここもね、清潔感たっぷりで肩までしっかりと使っていただけそうな浴槽ですね。鏡もついております。次行きましょう。お部屋もね、部屋数がございまして、ここは和室ですね。今畳が引いてありまして、まあ、日よけでちょっとこういったビニールシートを敷かせていただいております。奥は押し入れの大きな収納スペースになっております。まあ、お布団なんかもそのままドンと収納していただけますね。で、ここはね、出窓になっておりますので、ちょっとこう置物を置いたりとかできそうですね。で、次は最後のお部屋です。ここは洋室ですね。ここも、まあ、日当たりのいいお部屋になっておりまして、出窓タイプになっております。で、こちらの、収納スペース、奥行きはね、これぐらいなんですけども、しっかりとこちらのお部屋にも収納がついていると。これね、各部屋に収納があったりするとご家族とね、見分けがしやすいんじゃないかと思いますね。まあ、静かな立地の、大安寺町のファミリー物件、ぜひこちら詳細情報を弊社のホームページでご覧いただきたいと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の好きでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。